タイガース歓喜の輪ができている。原監督も今静かな表情で抗議をする。しかしこれが覆ることはありません。タイガース9回2アウトから赤星同点タイムリー、そして新井が押し出しのサヨナラホームで勝てば首位逆転の巨人阪神戦です。シーツサードゴロ、イースンヨップがちょっと左の膝を気にしています。今接触はありましたか？踏まれたんですかね。あーシーツがちょっと声をかけましたので、あるいは何らかの接触があったのかもしれません。ああ抗議をしています原監督。シーツに直接監督が抗議。ちょっと激しい口調で言い合っています。両軍入り乱れてきました。いや中畑さん、監督が選手個人に行くというのは珍しいですね。いやこれはやっぱり選手を守るという気持ちっていうのがね、前面に出たんじゃないですかね今ね。原監督の目に今のプレー、これは危ない。陽大館立ち上がりましたが、今もう頭にダイレクトに行きました。大丈夫か、もう今立ち上がってますけれども大丈夫でしょうか。これは騒然としています。両軍の選手ベンチから今全員出てきます。今の当たり方は見ている我々も非常にヒヤッとする。剛速球が清原の頭部に直撃。怒りに立ち上がる男の迫力に騒然とするスタジアム。まさに交流戦の勝者。高め打ち上げた、ライアフライ、ボール球を打ちました。グリエルサードの中井バランスを崩しながら取っております。スリーアウト。グリエルと笠原がちょっとこう興奮しましたが、依然3対3です。いやグリエルが今打ち損なって、あとまたも来た。これは山口のところへ向かっていきます。両軍入り乱れる形になりました。両チーム合わせて3つ目のデッドボール、いずれも同じところ。そのデッドボールを受けたゲレロも向かっていく。あっともない、おっとちょっと珍しく和田が近いじゃないか、2度だぞということで和田の方からけしかけました。それに月光ゴンザレス、ちょっともう一度一塁行きかけて、これは彦さん、おっと両軍出てきました、両軍出てきました。その先頭落合監督、原監督も行く、原監督も行きます。かなりヒートアップしてますね。2006回表、これだねえ、もう絶対の大ピンチだったでしょ。外人選手はああやってガッツポーズされるとすごい嫌がるんですよね。嫌がるんですか、はい、それで昨日のこれに繋がるんだ。そうです ね、はい、これでホームラン打ってで回るとき何か言うんです。そうですね、何か言ってんです。これもうあの第2戦目で何かねムッとしてんです。マー君が何を言ったかな。ああマー君も言われてますね。最後はバカだったかな。なかなか野手じゃーっとデッドボール。ムッとした表情のルナ。もう珍しく感情をあらわにしましたルナ。ワンアウト満塁、ちょっと一触即発の状態になるのも避けて荒木がまず静止に行こうという位置に戻りました。荒木が行くなよ行くなよという感じでまず間に入りました。まだ睨みつけている。まだ行ってますね。ちょっとポレダの方もこれに応酬している。アウトランナー一塁、あーと、うわ中島が今当たったところも心配なんですが、そのまま今両軍が入り乱れます。
この表情中島、今両軍選手が間に入って止めますが、これ危険っていうでしょうね。もう今頭ですね、ヘルメットになりましたもんね。ですよね。ちょっと今中島の状態も心配なんですが、興奮状態のような、あーっとデッドボール。チャンスがあるんですよね。あーっとデッドボールだ。ちょっと珍しく阿部慎之助が景色ばんでいます。あ、今周りになだめられ、まあ、阿部も自ら自分の心を落ち着けて、あ、怒っています。さあここでベイスターズサイドはピッチャーの低めのボール打ってセカンドの横飛びついた。一塁に投げてアウトです。アウト。あっと阿部も大西コーチも、あー退場。これは今阿部が退場か。阿部と大西コーチの抗議に対して今退場が宣告されました。まだヒートアップしています阿部、それから大西コーチ。ちょっと珍しい阿部の激高するシーンです。なかなか試合中感情を出さない。この間合いは梨田さんからこれどんな風に、あ、これ大学の先輩後輩ではありますが、多分、まあ、そういうね、あの強い口調で言ってますけども、はい、まあ、ランナーを気にしたりするなということと、もう少し当てたけども自信持って放った。弱い当たりになりました。スリーアウト。ランナー2人残塁に終わった。またちょっとこれはタイムです。タイムです。わあ、阿部が行った。阿部がマウンドに向かった。そして原監督出てきました。阿部がマウンドに行って、ああ叩きません。叩かず握手です。これはいきなり。